はい、ではバックサイド180の解説をします。バックサイド180は名前の通り進行方向に進んでんだけど背中側に、だから一回進行方向が見えなくなる技で、まあまずさっきのオーリー、これに180度混ぜるっていう技で、僕のやり方は飛ぶときに少しだけつま先側のエッジを使ってペロンで飛ぶときに上半身を先に先行させてペロンって回して空中で下を見てると地面との距離感が分かるんで、おそろそろ着地だなって時に少し腰で合わせてあげるような感じでやってます。よくあるミスがしっかり上半身がついてこないから板が回らないとかグイッってなっちゃうんで、しっかりとこのオーリーのタイミングの時に上半身をこう回せるように意識して練習してください。すればできると思います。